楽天グループがですね、楽天銀行株、また、えー、再びですね、えー、606億円、えー、売却、ちょっと危険な手を使ってる、えー、のがあります。要は、あれです。昔で言うところの飛ばし形態、えー。そういったものに使われてしまう危険性が非常に高いんですね。えー、逆にクーデーターを起こされる可能性っても全然出てくるので、タコ足食いでもいいから、とにかく、えー、契約数を伸ばそうということ。 楽天グループがですね、楽天銀行株、また、再びですね、606億円、売却、海外の投資家に対してですね、もう上場されてるんですけれども、こちらの方ですね、ブロックトレードで、売却をして、で、まあ、その後ですね、持ち株比率が49%ということで、まあ、あの、 えーまあ、50%切ってもですね、えー、実質支配基準というのがあるんで、たいまあ4割ぐらいが目安ですけれども、4割ぐらい以上で、えー、取締役をあの自分のところから過半数入れてたら OK とか、ちょっと実質支配の基準があるんですけれども、まあそれを適用して、えー、連結からは外さないと。継続して楽天銀行はですね、残っていくというようなですね、えー、そういったあ状況が できたということを、についてですね、解説をしたいと思います。 楽天モバイルへの過剰投資、まあ、それによって、社債がですね、ここ2年間でですね、6000億ですかね、約6000億円償還しなければいけないということで、この償還資金をですね、早期に集めなければいけないというのは、楽天グループの財務ではですね、喫緊の課題であった。まあ、これはですね、皆さんご存知の通りだと思いますけれども、まあ、問題はその資金をどうやって手配するのかということなんですが、もうすでにですね、楽天グループ本社はですね、えー、三木谷一族、三木谷さん含めてで ですね。奥さんとかですね。資産管理会社含めて持ち株比率も3割切ってるということで、えー、支配力かなり下がっていっておりますというので、これ以上その外部の株主に第三者売レ増資をするというのはですね、非常にもう2割とかになるとですね、支配できなくなるんで、えー、逆にクーデターを起こされる可能性っても全然出てくるので、えー、まあ、なかなかやりにくいということで、まあ、打つ手はすごく少なくなっているのは間違いないと。 で、まあ楽天銀行、そもそも銀行っていうのは規制業種なんで、えー、まあ連結で持っておく。要は、そこの銀行の預金とかはですね、自由自在に使えるんだったら別ですけれども、そんなことはもちろん規制、えー、されていてできないので、まあ楽天グループとのそのシナジーがある程度発揮できる程度でいいのかなと。 えー、今回、楽天ポイントですね。えー、SPU、スーパーポイントアッププログラムの中でも楽天銀行とか楽天証券の口座を作るとポイントが、えー、かなりもらえたみたいなのがですね、えー。ほとんどなくなって、ほとんど楽天モバイルの契約をしないと SPU、えー、高くならないみたいなところがですね。えー、もうそういうふうな方針に全く変えてしまったので、もう最悪これ連結外すという言葉で考えて視野においてですね。 証券と銀行は外すかもしれない。クレジットだけは死守するというですね、えーまあ。クレジットは楽天ポイント経済圏においてですね、非常に大事な役割を持つし、今回楽天ペイもですね、全部楽天クレジットの参加になりましたので、 えー、まあ、ペイとクレジットを、こちらをですね、ガンガン SPU を使ってですね、楽天経済圏に取り込んでいくと、取り込んでいくというか、楽天経済圏の人たちをですね、ペイとかそのクレジットの方にどんどん、えー、口座を作らせてですね、そちらの方で回していくという方針に転換をしたんだと思います。まあ、楽天クレジットに手をつけると、本当楽天グループの崩壊が始まるのは間違いないので、あの、そこだけは死守して、銀行はもう連結から外す、外すことまで視野に入れる。 そして、証券ももしかしたらそうかもしれない。もう証券もですね、今51%ぐらいまで持ち株比率下がっているので、えー、今後ですね、そのプラチナバンドを獲得したんだけれども、プラチナバンドのですね、基地局の設置コストだったりとかですね、新規の設置、もろもろ、すごくお金かかりますし、まあ、実際そこでスピードがアップするかとか、つながりやすくなるかっていうのもちょっと微妙な、これは前の動画で解説しましたけれども、えー、そういったところが、 ありますので、まだまだ、えー、状況は不透明なのかなと、楽観視は全然できないなと思ってますが、やっぱりその SPU 改善、まあ彼らにとっての改善、えー、ということでですね、えー、ものすごい数がどうやら積み上がってきてると。要は SPU が2倍になるみたいな話で、楽天も一番安い980円とかのプランを契約しとけば、とりあえずポイントが貯まるんで、えー、ポイントの収支を考えたらそっちの方が安い、あのコスパがいい、 要は、毎月980円払ってもですね、それ以上のポイントがもらえるんだったらいいっていうことで、新規に契約を、例えば2代目の契約をしてる人とかが、実はいたりとかして使われないし、両方いいよね、みたいな話でやってるところもあるし、あと NBA のですね、日本での独占配信権、こちらの方が3倍とかに値上げ、月額のサブスクは3倍に値上げされたんだけれども、楽天モバイル契約すると、 えー、実質据え置きということで、それで、そのために980円、えー、契約してる人たちも結構いたりするということで、足元で契約数の順増は結構すごいんですね。なので、えー、とりあえずそれで計画を達成してしまう可能性はある。まあ、他の部分の利益を、えー、まあ、タコ足食いしてるんだけれども、タコ足食いでもいいから、とにかく、えー、契約数を伸ばそうということで、えー、やっておりと。 で、これもう一つですね、法人向けの営業強化の策としてですね、ちょっと危険な手を使ってる、え、のがあります。え、これ法人、1法人あたり100回線までですね、オンラインでほとんど審査なく申し込めるようになったんですね。これがどういうことを意味するかというと、通常これ、携帯電話の法人会員っていうのは、その、え、法人の社員数以上の契約って認められないんですよね。あの、認めないようにしてるんですよ。 っていうのは、なぜ、なぜかっていうと、その架空の携帯を契約してしまう人たちがいるんですね。架空っていうか、まあ、実質社員いないのに、社員一人一人に携帯配りますみたいな、あのどういうことかっていうと、ペーパーカンパニー作って、あの、特殊詐欺の出し子とか、リモート強盗みたいなやつの連絡先用の携帯、まあ、要は、あれです。昔でいうところの飛ばし携帯え。そういったものに使われてしまう危険性が非常に高いんですね。 なので、もしかすると、その、まあ、これは本当懸念なんですけれども、通常の携帯の会社、MNO とか MVNO、まあ、ホリエモバイルとかもそうなんですけど、ホリエモバイルも、あの、法人会員に向けても発売してますけど、ちゃんとその法人の社員数確認して、それ以上の契約は、例えば、社員数30人だったら、30人以上の契約受け付けないようにしてるんですね。これを楽天モバイルは、ちょっと緩めてしまってる可能性があるので、100契約までできる。 一法人あたり100契約までは、あの、できるみたいなプランが出てきたので、まあ、これはちょっとそういったものに使われ、もうすでに使われてるかもしれないんですけれども、そういった懸念が出てくるのかなと。あの、契約数とか、え、利益達成できれば、犯罪に使われてもいいのか、みたいなお話なんかもあったりするので、そういったところをちょっと慎重にやられた方が、うちのうち、ね、総務省から指導を受けたりとか、えー、する可能性もあるので、目先のその法人契約を達成するために、ちょっと危険な危ない橋を、 渡ってる可能性はあるなって、そういうふうに考えました。